こんにちは、エバス・タケシです。今回はなぜ迷惑系 YouTuber の迷惑行為はエスカレートしていくのか、なぜ人を騙して自分が渡航することに抵抗がなくなるのか、というテーマでお話ししていきたいと思います。自分にとって良いことが起きたとき、何らかの欲求が満たされたとき、喜びの感情が湧き上がり、嬉しいと感じます。 例えば、美味しいものを食べたとき、好きな人に会えたとき、欲しいものを手に入れたとき、受験に合格したときなどに、私たちは喜びを感じます。欲求が満たされていない状態と、欲求が満たされたときの状態の幅が大きいほど、喜びの度合いも大きくなります。例えば、ものすごくお腹が空いているのに、食べられない状態が長く続いた後、ようやく食べ物にありつけたときは、 ものすごく美味しく感じるし、嬉しいという感情も大きくなります。やっとご飯を食べることができた、空腹を我慢した後のご飯は本当に美味しいなぁ、と喜びを感じます。また、想定外の良いことが起きると、喜びの感情は大きくなります。意外性があればあるほど、嬉しいと思う気持ちも大きくなります。例えば、お腹が空いているのに、 家に食べるものが何もないと思っていた矢先にああこんなところにカップラーメンがあると発見するともともとカップラーメンがあると分かっていた時以上に嬉しい気持ちになります私は〇〇さんのことが好きだけど〇〇さんは自分のことなんて何とも思っていないだろうと思っていた相手に告白されると嬉しさのあまり笑いがこめ上げてきたり涙が湧き上がってくることがあります私たちは 想定外のポジティブなことが起きると、想定していた時より大きな喜びを感じるようにできています。なので、私たちは、喜びをより大きくするために、サプライズで誕生日を祝ったり、プレゼントをするという演出をします。<laughs> 一つ想定外のことが起きて、喜びを感じると、もうそれは想定外ではなくなるので、同じことで同じぐらい喜ぶことができなくなります。 一回サプライズで誕生日を祝ってもらうと、二回目のサプライズパーティーは、一回目ほど想定外ではなくなるので、一回目ほど喜びを感じられなくなります。一旦想定外の喜びを覚えると、今度はもっと想定外のことで喜びを感じたくなります。想定外の喜びはどんどんエスカレートしていき、もっと想定外の喜びが欲しいと中毒になる可能性があります。 想定外の喜びが欲しいという度が過ぎると、社会に反した行為をするようになったり、人に迷惑をかけてまで自分を喜ばせることに熱中してしまうことがあります。例えば、大して働いていないのに思いがけず大きな報酬を得た場合、大きな喜びを感じます。少しの労力で多額の報酬を得るという想定外の喜びを感じた人は、 ますます想定外のことをして、さらに大きな喜びを感じようとします。こんなに楽にお金を稼ぐことができるんだと学んだ人は、もっと楽をして、もっと大きなお金を手に入れたいと考えるようになります。効果がないものでも、効果があると歌えば、買ってくれる人がいるんだ。これを飲めば痩せますよと嘘をついても、まあバレることはないだろうと行動がどんどんエスカレートしていきます。そして、だんだんと、 違法行為をしたり、迷惑行為をして自分が渡航するということに抵抗を感じなくなっていきます。不倫や浮気は悪いことだという想定と違うことをすると、自分のパートナーからは得られないような大きな喜びを感じられるかもしれません。法を破ってはいけない。人を騙してはいけない。人を傷つけてはいけない。物を盗んではいけない。ドラッグをやってはいけない。 という想定と違うことをすると通常では得られないような大きな喜びを感じられるかもしれません。しかしそのような社会的なルールに反したことをすると非難されたり罰を受けることになります。想定外の喜びというのはエスカレートしていくと反社会的な行為につながる可能性があるので中毒にならないように気をつける必要があります。喜びの感情は 夢や目標を達成するための原動力として使うことができます。喜びの感情はうまく使えば自分を幸せにするための大きな武器になります。これを達成したら嬉しいだろうな、これを手に入れたら嬉しいだろうな、と想像を巡らせながら自分にできることを毎日コツコツと積み重ねていくことで大きな目標を達成することができます。自分を喜ばせるのはとても素晴らしいことです。 しかし自分の喜ばせ方が想定外の喜びだけにならないように気をつけていきましょう。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら色々いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。